はい、皆さんこんにちは、ソーサです。はい、カメラマンカオルちゃんです。よろしくお願いします。元気ないぞ。寒いんすよ。12月21日はクリスマス前やで。なんと気合い入れていかな。なんでクリスマス前に先輩と2人でおるんですか、僕。まあ、それが YouTuber 注文やね。僕ら年がら年中こういうことやってる職業ですから、うん、まあ今日も張り切ってね、はい、やっていきたいなと思うんですけども、2週間僕ちょっと動画をお休みさせてもらってたんですけど、はい、見てください。何か変わったと思いませんか。え、一応病み上がりなんですよ。病み上がり、はい、コロちゃんなってた。なってないわ。はい、顎割れてなくなった。誰がケツ顎や。ケツ顎ちゃうねん。なんですか。いや、耳切ったんすよ。あ、そうですね。そう、耳の手術しまして、はいはい、見て、ちょっとここからちょっと15秒ぐらいグロテスクなシーンになるか気をつけてください、ね。はい、いきますよ。はい、わかりますか。わかりますね。はい、あ、痛そう、痛そう、痛そうでしょ。痛そう、痛そう。ちなみにこの撮影日の翌日、僕抜歯ですからね。布を出るんですよ、僕今、はい、これ明日抜歯するんですけど、僕立ち耳なんですよ。立ち耳って皆さんあんま聞いたことないかもしれないですけど、はい、まあ、立ち耳の方といえば、あの本名さんとかも立ち耳バー耳出てはるんですけど、あのアメリカとかだったらデビルイヤーって言われて、悪魔の耳とも言われるんですけど、はい、まあ、要はマスクかけたりするときに耳こうなってるから、なんかそのこっちに折り返す力がないんですって、はい、なのでこうなってるからマスクがかけるとこピャンって取れちゃうんですよ。で、僕音楽やってるんでイヤモニするんですよ、レコーディングの時とか。もうレコーディングの時そのイヤモニが この辺でモサモサして気持ち悪くて、もうずっと手術したかったんですけど、この前先週やりまして、はい、病み上がりっていうことでめっちゃ痛かったね。耳切ってるわけですよね。そうですね。はい、まあ、そんな感じでちょっとね、多分印象っていうか、多分ちょっとコロッと変わってるかもしれないですけど、うん、ちょっと病み上がりということで、その病院の先生曰く、簡単に言うたらわざと骨折させてるみたいな、はいはいはい、感じらしいんですよね。まあ、そんなことよりですね、今日ちょっと本題に入っていきたいんですけど、はい、皆さんね、ペットボトルのおっちゃん知ってますか。まあ、このチャンネルの視聴者ならアイドルの横で何してんねん。技術指導受けてるやん。見たことあるでしょう、大阪のアメ村、はい、もう名物と言ってもええんちゃうかな。ペットボトルのおっちゃん、まあ、僕の動画でも旅で出てもらってるんですけど、別にね、なんてないんですよ。ただ路上でペットボトルを回すだけ。誰でもできる。ちょっと今ちょっとペットボトル出して、これね、こんなお茶、このペットボトルやわ、ほんまに、はい、これをね、こうやってずっと回してますよ、こんなして。こんなして でも俺今落としたけど、絶対お茶落とせへんな。絶対落とさないですね。そう、これを3年か4年ぐらい、カメ村とかの引っ掛け橋の前でやってるおっちゃんがいるんですけど、はいはい、通称ペットボトルのおっちゃん。このおっちゃん、この前ね、クリスマス前の寒波ですよ、はい、この時期にね、トレンチコートみたいなの1枚着て、マスクしてニット帽をかぶって、ずーっとこうやってやってるんですよ、クソ寒い中。みんなダウン着てるんですよ。僕たち心配になっちゃって、まあ寒いって言い張るから、なんかおっちゃん、すごく TikTok とか、YouTube の再生回数めっちゃ気にしはるんですよ。一緒に動画撮りませんかって言うたら、おっちゃんぜひぜひって言うていただいたんで、ほんでまあこれからもね、まあ結構ね、お年も撮ってはると思いますので、はい、体のも心配ありますので、はい、ちょっと今日はね、ええ服と、ええ靴と、ええキャップ買うて、ペットボトルも色合わせしてね、ペットボトルダンス一緒にやろうかな。俺にもなんか買うてやじゃん。いやいや、ええの着てるやん。寒なさせやん。ペットボトルのおっちゃんもう半袖と一緒ぐらい寒いから、ね、薄着着てずっと年がら年中やってるからね。でちょっと風も引かんようにしてもらいたいから、ちょっとね、まあ、今日はペットボトルのおっちゃんを B-boy に仕上げたろうかな。いいですね。そんなちょっとね、今日はね、企画をやっていきたいんですけども、はい、ここペットボトルのおっちゃん携帯持ってないんですよ。あ、問題。だから LINE も聞けない、電話番号も知らない、はい、でこの日撮影することも伝えてないので、はい、今日ペットボトルのおっちゃんが来ることすらもわからない状態なんで、今からペットボトルのおっちゃんを、この難波で探さないといけない、審査員で探さないといけないっていう、まあこっからスタートなんですけど、まあ、これなんかおらんかったポーズやで。いや、もうの何しに来たんやろって。そうよ、うん、とにかく、はい、主役のペットボトルのおっちゃん来ないことにはこのキックは始まらないんで、まあちょっと探しに行きたいなと思います。探しましょう。はい、行きましょう、行きましょう。カオルちゃん、そんなあったかそうな動きで、おこれちょっとあるやん、今日ニットマンじゃないですか。ニットマンですよ。あれ魂打った、本当に。寒いんだ。あ、寒いな。寒いな。寒いんだ。頑張りましょうか。寒いんだ、はいはいはい、頑張りましょう。この辺にいるんですよね、三角公園ね。ここでいるんですけど、ちょっといないので、三角公園だ。ここにおらんかったら次あそこ行きましょう、グリコのとこね。あ、そうです。はい、どう、
ペットボトルのおっちゃん、おらん？モデルさんの撮影みたいな。あ、撮影か。いないですけど。おらんな。いないです。はい、ちょっと引っ掛け橋の方行こうか。はい、ガールちゃん、はい、クリスマスプレゼントどう？買った自分の。え、何も買ってないんですよ。買ってない。買ってないです。僕買ったんですよ。お、スプラトゥーン3。言ってたあれ難しいな。あれ難しい、僕やってないんですよね。いやあれね、ごっつい難しいね。で、まあそのスプラトゥーンね、3を買いに行ったんですけど、はい、あの店員さんにですね、はい、あのスプラトゥーンのソフトと、はい、あのスプラトゥーンの一応専用じゃないんですけど、はい、スプラトゥーンのカラーのコントローラーがあるんですよ。ジョイコンっていうんですかね、はい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 、あれを色合わせしないといけないっていう風にお勧めされてクソ高いコントローラーも買わされました高いな、あのスイッチのコントローラー。そうですよね、あれ8000円ぐらいするよね、あれ、そんなすんね。むちゃくちゃ高いよ。しっかり色合わせもしておきましたよ。これぞキャップマンスタイルということで、キャップのスニーカーまでとどまらないこのキャップマンスタイルしっかり色合わせもしておきましたから。あーちゃん来ましたよ。来ましたね、もう久しぶりの、いよいよ、引っ掛け橋ね。はい、見ていきましょうか。ここでおらんかったらもう俺らほんまどうしようもない、ね、そうですよ。もう違うお茶にするもん。違うお茶、あそこにインハローお茶にするもん物乞いのね。あ、ジョブログ、あとこの間なんかここ辺にあのあれ、もうペットボトルのおっちゃん、え、違う、違うでしょ、なんか違うもん回してる。違うもん回してる。やめはったんかな、ペットボトル。なんかでもこの間この辺にあのフリーデブっていうおじさんもいましたよ。誰？フリーデブ。フリーデブ、はい、モヒカのフリーデブっていうおじさんが。ほんま、何のコラボやねんこれ。何のコラ、近づくな近づくな、戻ってこい戻ってこい。いや参加すな。どういう気持ちだ今自分。お姉さんたちのこと考えな。帰ってきた帰ってきた、陽気に帰ってきた。あ、これ何すか、はい、すげえ。あ、そうなんですか。あ、ほんまですか。よかった。へえ、ありがとうございます。あれ。もう今日この動画でええんちゃう。もう今日この動画でええんちゃうな。どういう気持ちだ今自分。これでええんちゃう。こんなはずでなかったんやけど今日。やばい人おるわ、やばいわ、一番やばいわ。どっちが絡んでわからへん。お疲れ様です。神様喜んでくれるって言ってもちょっとしんどいな。あと周りからびっくりするほど笑われてましたよ。そう、びっくりするほど笑われたな。神様喜ぶが踊ったらええのに。いやいや今日の企画、あれでしたっけ。ペットボトルのおっちゃんやん。おっちゃんやね。いや、いないですね。いや、おらんな。ペットボトルのおっちゃん探し始めてから1時間以上経つんですけど、見つからないですね、未だ。ほとんど雨村いるんですけど、ちょっといないんで、風でも引いたんかなって感じなんですけど、今ね、ちょっとカオルちゃんと二手に分かれて、カオルちゃんにはね、引っ掛け橋の方で貼っといてもらって、僕は雨村で貼ってるんですけど、もう少し頑張って探してみたいなと思います。今日おらんかったらもうこれ動画ボツになりますからね。ちょっと頑張りたいなと思います。はい、ということで、今ですね、まあ、ちょっとぼーっとしてても仕方ないんで、ここの、セカスのですね、楽器売り場と、あとあそこファイマー、アメ村のファイマー、こちらでちょっとペットボトルのおっちゃん知りませんかっていう情報を今ちょっと聞いてきたんですけど、やっぱりペットボトルのおっちゃんほぼほぼ毎日言うらしいんですね。楽器屋の人も言うてるし、フレッシュキャップのフライデーも言ってるんですけど、多分風邪ひいたんちゃうかみたいな、ことを言うてはって、だいたい昼ぐらいから夜まで毎日おるらしいんで、風邪以外ちょっと考えられへんかなっていうような感じなんですが、まだ言っても1時半ぐらいなんで、13時半ぐらいなんで、もう少しね、粘り強く、待って、探してみたいなと思います、ペットボトルのおっちゃん。はい、ということで、今現在ですね14時、はい、もうおっちゃん探し始めてから2時間経過したんですけど、はい、ちょっと見つかりませんということで、ちょっと腹減ったから、はい、ちょっと行きつけのちょっとカレー屋さん行きましょうか。あ、はい、お、カールちゃん行ける、カレー行きますよ、カレー行こうか。はい、行きました、ここ。はい、もうええ匂いしますね。ええ匂いやろ。ここね、現地の方がやってるんですよ。僕10年ぐらい前によくハマってて来とったんですけど、久しぶり。
行こう行こう。行きましょう。めっちゃうまいよ。なん、なんの？これ食ったらお茶にあるかもしれない。お。腹越しがいいね。あ、これじゃあ2人で行きます。はい、頑張ってよ。うわ、うまそう。10年ぶりですよ、僕。僕初めてです。え？初めてやろ。ちょっと食べて食べて。よし。いただきます。いただきます。最高。いやー、かおりちゃんどうなんだ。うまかった。めちゃくちゃうまいね。めっちゃ腹いっぱい。腹いっぱいやろ。皆さんぜひ来てください。安いしね。安い。2人で1800円。なんて呼ぶんでしょう。インディアンカフェ、レストラン&バー。あの現地の方がやってはるんで、あのぜひ食べてください。すごい美味しかったね。はい、ということでペットボトルのおっちゃん探しましょうか。はい、はい、いてくれ頼むわ。はい、ということで雨村戻って探してたんですけど、やっぱりあのいらっしゃらなくて、で僕警察、雨村の交番あるじゃないですか。はい、交番であのペットボトル回してるおっちゃん知りませんかって言ったら、もう最近見ないねみたいな。まっすぐナイキ抜けて、あの恵比寿橋、恵比寿あの商店があるじゃないですか、新大橋筋の、はいはい、なんかそこでたまにおるらしい。お、昔っていうかちょっと前になんかこうポールの上かなんかに乗って一般の人から危ないという通報を受けて降ろさせられたみたいないうあの情報をいただきましたので、ちょっとあの商店街の方も歩いてみたいなと、はいはい、思います。行きましょう。ということで、やってきたんですけど、見当たらないですね。そうですね。向こうに結局行くのは向こうなんですか。どこ行ったんでしょうね。もう一回じゃあちょっとこのちょっと新材橋の商店街で行きますか。はい、赤や、危ない。あ、行けるのか。あ、行けるもうやめた引退。ヒーローたちの熾烈な戦いが始まる。4時前ですよ。12時から探してるから同じ4時間ぐらい。4時間ぐらい。もう多分この時間になっても現れないという方も来ないと思うんですよ、うん、まあちょっとあれやね、もしかしたら風邪ひいてるんかもしれない。あ、もうだって雨村と引っ掛け4往復ぐらいしましょうもんね。そうですね。ほんでちょっと話全然変わるんですけど、今日そんな予定全くなかったんですよ。今日マジでおっちゃんの撮影のつもりで今日来てるんで、これね、これもうあれでしょ、ジョーダン6インフラレッド、はい、僕最近アメリカの方とちょっとミーティングするのに、ここで閉店後もちょっとエディと一緒におって、ニューヨークタイムの時間に合わせてあのズーム会議みたいな、はい、あの結構やることが多くて、でその時に言ってたんですよ、これの提案を欲しいねって。今ちょっとエディ見に行ってもらってるんですけど、これが多分これ多分新しいやつなんですよ、うん、これのもう一個古い型のやつやったらテンハーフあるみたいな。もうテンハーフ売れちゃってるんですよね。でこれ値札がこれ4万4000円になってるんですけど、古いやつはまだもうちょっと高いみたいな、うんうん、でそのミーティングの時に、あれやったらテンハーフ欲しいねって言って、ブラザー割引してやって言ったら、ほんだこれとこの今の現行の方と同じ値段にしたるみたいな。おあのまだ実物見せてもらってないんで、もう実物よかったらもう今日買うわ今日買うわ。スラムダンク、ああこれ履いて映画見に行きたいね。はいはいはい、はい、まだ見に行ってないんですよ僕。僕も行きたいんですよね。あれそれ用にやっぱちょっと黒赤、うん、ほんまこれがいいで、スラムダンク、ジョーダン6、はいはい、これ高いからなんか動画の時にせっかくやったら買おうと思ってたんですけど、今日ペットボトルのおっちゃんおらんから、おらんから、もうペットボトルのおっちゃんおらん、買い物しないとか誰が見たいねんほんまに、もう今買おうかな。今何してんねやろ。いやほんまやで。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、よかったら見てください。はい、疲れていいなって思うんですよ。一応あの下がお洋服のコーナーになっておりまして、上がキャップのコーナーになっております。帽子ですか？今日のご案内させていただきますね。はい、そしてカオルは一人になりました。はい。上がっていったよ。どうしましょう。いやどうせこのカットになるからもう何してもいいんやろうけど、いやー暇ですよ、こっちはおらんし。帰ってきた。来てくれや。はい。俺今日一日暇やったからさ、はい、接客してたやろ。ずっとしてた。いらっしゃいますよね。ほんで今綺麗なお姉さん来てくれたよ2人、はい、フライデーよ、飲むよ、はい、女にしか声かけへんねめっちゃ可愛い女ばっかり握手も褒めて、ほんで俺連れて行ったよ、行ったわ俺がやる、はい、俺がやる。エディ帰ってくるのは、ほんならちょっと外でアナウンスしますか。はい、やりましょうか。これさ、でもさ、エディとラッペルの気持ちになったらすごない。こんな国間でも関係なくここでずっと会ってんねやろ。この中でやっていくんですよ皆さん。
ちゃんと電子でな。これじゃよかったらお店見ててください。大丈夫ですか。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。僕がね、当時ショップスタッフやってた時、ほんまに来んねん。その中でどうやってお客様に来ていただくか、もう誠意しかないですよ。買っていただいてますよ。ありがたいことにね、ポップアップとかさせてもらうたくさんのお客さん来ていただいてますけども、普段はこういう感じなんですよ。よかったら見ててください。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。基本のちょっと企画と見幅とかもサイズ違うんで、中に入ってるそのダウンの量とかも違いますね。どうぞご試着してくださいね。それがダウンはね、ちょっとご用意なくて、おそらくあの日本の製品店さんに置いてるものって、あれコリアトレってあれ韓国ですか。こうやって接客当時してたの思い出しました。大変やったよ。え、ね、完全にフレッシュの方ですよね。あ、そうそうそう。そうだ。こいつはたまにね、時間いた時とかやるようにしてるんですよ。すごく嬉しいですよね、こうやってお客さん楽しんでくれてるとね。ちょっとエディがやっていただいてるんで、はい、ちょっと今のその言っておきましょうか。あれ持ってきてくれた。持ってきてくれた。あそこに置いてる。ちょっとエディ、接客終わる前待っておきましょうか。はい。はい。こんにちは。こんにちは。よかったら見ててください。ありがとうございます。いらっしゃいませ。よかったら見ててください。ありがとうございます。僕の中で貫き通してるものがあって、堀江とかさ、原宿とか行ったことないか。あ、ありますよ。行ったさ、ボーッと立ってる店員さんいるやん、うん、俺甘すぎじゃなくて、はい、お客さんにいいものを提供するわけじゃない、はい、提供したいと思ってるわけじゃないですか。なんかその、あ、いらっしゃいませ。どうぞ。こんにちは。ハローハロー。バケーション、バケーション、スペイン、ウェルカムトゥジャパン。あー、ショップ、ボーシング、ハッチェックオーケー、チェックオーケー。あー、オーケーオーケー、テンキュー、テンキュー。ジャパニーズ、スパンサー、スパンサー。テンキュー、テンキュー。テンキュー、テンキュー。トマン、もう一個です。あ、キュー、キュー、ハット、キュー、ハット。立ち怒った顔してたな、今。ユーズが多かったからね、今ね。どうも。2回帽子、2回暴れもあるので、よかったら見ててください。どうも。フライディ、フライディ、フライディ、フライディ。ほら、アナーリ様やな。あ、お姉さん、ありがとうございました。かわいいし。ミスユー。ミスユー。最高。そんなことで、昼も言うてて。あれは、嫁さん、日本人。ユーザーフレンジ。マイワイフ、頑張れ。ネーション、ネーション。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。嬉しくないですか。いつもさ、ポップアップでもう次から次へとさ、はい、買い物していただいてるじゃないですか、皆さん、はい、これが本当の僕接客だと思うんですよ。そういうホスピタリティって言ったらいいんですか、はい、これも大事や、はい、でも僕はお客さんが一番楽しんでくれることが一番大事だと思うんですよね。タメ語で喋る、世間一般でアウトじゃないですか、はい、でもこれタメ語で喋ることでお客さんが楽しんでくれる、いいなって思ってくれたら僕これ正解だと思う。僕は常にそういうお客様に対しての、販売というか、接客っていうのを心がけるようにしてます。エリーちょっと見してや。エリーか。はい、ありがとうございます。いやいやいや、でも、頑張ってるで。エリも頑張ってるで。エリも頑張ってるな。ついに。これ、テンハーフやな。今日の目的ね。今日の目的、まあまあ、ほんま今日買う予定じゃなかったんやけどな。あー、ちょっと汚れてるかな。あ、でもいけるか。いけ。ナイキ A じゃない。おぉ。ジャンプマンロゴの方っすね。エディ、これなんぼなの？オッケー。OK。
結構皆さんだいぶまあまあだいぶまあいけるか、ちょっとねこの辺とかがヌバックがちょっと汚れちゃってるんですけど、これだけ高いやろ。でも高い。でもブラザー行きな4個でいいで、あんま6万やけど、そうそうそう。えこれさエッジフィッティングしていい？いいよ。あれチークでフィッティングして6万がこれ4万4万5千もうブラザーじゃなくてファミリー割引やな。ファミリー、そうそうそう。えでこれムラムラする、これこれムラムラでピンク、ピンクこれピンクなん、ピンクなんこれ。ピンク、いやピンク、ピンクピンクピンクオレンジ軽くね、優しくイージー優しく、どう？いいじゃん、めっちゃかっこいいや、めっちゃかっこいい。カオルちゃんどう？いいですね。まあ今ちょっとね、あの黒のワークパンツみたいなの履いてるけど、いやこれ買いか？あ、こうして、横、はい。オースくんはめっちゃピカる。ピカる？あ、ここね。あれ、そう。ピカるね。これでしょうか。まあやったらジャンプもある。それどこ？え？どうしよう。なあ。エディセックスあくん。あくやで。これ持ってるや。で、エディオレンジやけど。オレンジ、yeah。This is Nike, man. Orange. Represent Nike. 今日ジョーダン入ってないか。これは今日はアディダス。アディダス。これは US。US。で、オレンジ。普通、紫オレンジ。ウェアオレンジ。え、で、あれ言うとかな。動画でプロモーションしたから。あの、来週の。ニューアライバル。あ、来週、来週、来週。ニューアライバル、メン。チェックだ、チェックだ。みんな、モラモラ来てね。in America, モラ。で、キャップと。帽子と服。服、新しい。パンツも新しいも出る。ニューアライバル、やばいね。めっちゃやばい。やっちゃめっちゃ、ロサンゼルス、めっちゃ渋い。コードロイ。コードロイ、マイパイオリ。皆さんぜひあのチェックの方もよろしくお願いします。ということでエイジこれ買うわ。買うわ、オッケー。ああ、大丈夫。気にせん。Yo, hello? Yeah, yeah, yeah.大丈夫ですか？みんな。どこで、で、わ、で、わせか、わせない。さっき喋ったやつの外人？外人。何が？スペイン。あ、スペイン。あ、スペイン、そう。エディの練習や。スペイン語から忘れた。いや、シェイク。でもエディね、今俺とカオルちゃんそこ立ってない前、大変やね、毎日。毎日そう。そう。皆さん、これが現実っていうか、ね。これなしでは20年やってこれてないよね。そうやね。ほら。すごいやっぱエディね。頑張ってるな。大変やもんな。それやってないの。ごはなし。ん？それやってないやったらごはなし。ごはなしや。いやもう寝らない。なあ。ブラザー割引や、ブラザー割引。そう。なんぼ？あれ、で4号やで。4号、最高や。6が。オッケー。なんでこんなあれな？カンゴールの展示会の資料持ってんの？あれ？カンゴールの展示会の資料。持ってきたやで。エキシビジョン？あの、友達によりのエージェント。あ、そうなんや。たまにも行ってくるから。見て買おうから。目見たら高い。高いから、ノー。ノー。買わない。買わない。ワンタイムフォーヨーマネー、アンシュー番号。買っちゃったよ。買い方や。イレブンロー。イレブンロー。あ、ローの赤。上。ロー。それ。皆さんね、これ、出たじゃないですか。はい。あの、イレブンハイの、バーシーロイヤルか。あ、バーシーレッド。この間動画でね。そう、出てたんですけど、これがチェリーなんですよね。トラビスが履いてた時のやつなんですけど、これ、やっぱり、なんかちょっと違和感あったんですよ。あの当日、買いに行った時に。赤の色ちゃうな。今回出たハイと。こチェリーの方が、このあの、チェリーの方が真っ赤っかやわ。今回出たやつな、ちょっとな、薄い赤やねんな。この赤なんかなと思ってたよ俺、うん。ちょっとちゃうねんな。朱色っぽい。これ、エディ高いこれ。あ、これ高いな。ナンバー4万じゃん。4万。うん、これ高い。人気やもんな、これ。ナビンは、あれ、チャニーズが好きやな。チャニーズ好きなん？うん。日本は11少ない。11少ないな。あとアメリカやな、やっぱりな。そう、あれ、そう。こっちの真っ赤っかやわ、やっぱり。全然色違うわ。じゃなんか、これ自分で言うのもあれやけど、はい、今日の動画めっちゃいい動画になってんじゃん。自分で言うの申し訳ないですけど、なかなかそのね、僕のやっぱり視聴者さんとかってこう普段土日のやっぱ並びとか、うん、店内がその繁盛してる時しか普段見てない人とかも多分多いと思うんですけど、うん、どこのショップも基本こんな感じやで、うん、
で、その平日このガラガラっていうか、そのお客さんがいない時にどうやっぱりお客さんに買っていただくか、お客さんなおかつ楽しんでいただくかっていうのが、これ本当に難しい。これがやっぱりできる、ショップスタッフとできへんショップスタッフ、もう完全に分かれるもんね。僕もやっぱりすごい苦労したんで、なんかそのすごく気持ちが分かるっていうか、自分のなんかこうプライドを捨ててでもお客様にこう楽しんでもらおうってやる、その努力を惜しまないというか、そこに対しての信念は貫いてるとやっぱりもう自分ではこう思ってるし、こういうその積み重ねがこう地立もなんですよね、うん、そういうお客さんってほら今日みたいにもし買うねん、うん、だからエディにどう何も買わんとって、なんかもうせっかくやったら1万円高くても こっちで買おうかとか、うん、僕がよくしていただいてるキックスキックスさんとかさ、うん、できるだけそこで買おうと、うん、するっていうか。はい、ということで、本日の動画いかがだったでしょうか。今日はですね、8割 V6、2割買い物、贅沢やな。4万の靴買わないもんな、俺、YouTube でな。まあ、そういうことで、今日はですね、ペットボトルのおっちゃんの、ちょっと改造計画、B-Boy 改造計画をちょっとやろうと思ったんですけど、残念ながら、ペットボトルのおっちゃん心配やわ。そうですよね、ここまで来るともはや。そう、警察にあれ言ったって言うたっけ？言うてましたよ、さっき、ね。そうそう、言うたけど、これもしかしたら年明けまで持ち越しになるかもね。僕、年内の、今回ちょっとビッグ企画で、はい、B-Boy に、がっちり仕上げだろう思って、うん、今月の一番の面白い企画みたいな。潮田さんも楽しみだと思うし。いや、そうよ。俺ももうめちゃめちゃ、あれやん、潮田さんにね、うん、予告してましたもん。そうですね。楽しみにしておいてくださいって。次回は。え？ね、次回はおっちゃんに。せや、おっちゃんにもせなあかんし。ね、巨人くんも楽しみにしてるんで。あ、巨人くんね、巨人くん年始動画いっぱい出てくるから。よし。まあ、今回ちょっとこれ買ったんだ。あ、スラムダンクね。見に行きたいなと思います、これ履いて。後半、ゆるいっすね。いやー、ゆるいね。たまには、でもね、いいかもしれないです。いや、久々に見ましたもん、エンディングで普通に椅子座ってるの。ほんまやね。僕割と結構ね、あれですもんね、オンオフ、ありますもんね、うん。そうですね。はい、ということで、今回の動画、おもろかったんやけど、思っていただいた方、ぜひともですね、グッドボタンの方とチャンネル登録、よろしくお願いします。ということでですね、最後にね、これ、僕被ってるこのパイレーツの、キャップ。これ、リリースよ。オンラインで。オンラインでリリース。ありますので、ニューエラのキャップとか、エールジャパンの、新作のニューアライバルの、商品に関しましては、概要欄にね、インスタグラム、ツイッターリンク貼っておりますので、こちらの方に、情報載せてますので、こちらの方チェックしていただいて、ゲットしていただければなと思います。結構ね、YouTube のコメントとか、あとはDM とかでいただくんですけども、インスタグラムの方に全部載せておりますので、こちらの方チェックしていただいて、これね、来週出ますから、チェックしていただければなと思います。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。おーし。バイバイ。